続いては榊原康政公について伺いたいと思います。はい、新広さん、どのような方だったんでしょうか。はい、実はですね、私四天王と言っても、はい、相当みんな似てたと思うんですよね。小さな組織ですので、はい、そんなに分業ができず、誰かが倒れたらすぐに他の人がその仕事を引き継ぐみたいな体制だから、割とみんな似たタイプの人だったというふうに思っています。で、榊原康政公についてはですね、江戸時代に入るまで生きているのかな、関ヶ原の戦いの時にはおります。はい、関ヶ原の戦いで、家康公はですね、東軍を、徳川軍を2つに分けるんですね。で、徳川家が、家康公が手塩にかけて育ててきた徳川本体は息子の秀忠につけます。はい、で、家康公は豊臣恩子の大名たちをずらっと引き連れて関ヶ原に、というか東海道を取って西へ向かうんですね。で、秀忠隊は中山道です。なんですけれども、秀忠公はですね、ほとんど実戦経験がない。その時に榊原康政をつけたわけです。するとですね、秀忠公は結局関ヶ原に来ないんですよ。なぜかというと、途中で信州上田城でですね、真田昌幸と小競り合いを始めてしまいます。お城の前を通過すればいいのに、あるいは向こうが何か仕掛けてきても、少しだけ兵隊を置いてそれに対応させておいて、どんどん西へ向かえばいいんですけれども、わざわざそこで立ち止まって本格的に戦闘を始めてしまうと。で、結果として秀忠公は関ヶ原に遅れてきて、で、家康公が激怒すると。でもその後なんとか2代将軍になりおせているんですね。で、このエピソードで変なのは、家康公は絶対ですね、何があっても関ヶ原に来いと秀忠公に言うはずなのです。で、でもちょっと実戦経験なくて心配だから、絶対にそうなるようにベテランをつけるんですよね。それが榊原康政なんですよ。なので本来は秀忠公がですね、真田家にかまけて関ヶ原に遅れたことの責任は榊原康政にあるはずなのです。なるほど。お前は当てにしていたのにというわけですね。でもなぜかそうはならない。それどころか、怒る家康公をなだめるのは榊原康政なんだよそれはと。で、さらに、次の将軍誰がいいかというふうに6人の昔から仕えている年笠の家臣たちに家康公は諮問するわけですね。その中にちゃんと榊原康政いるんですね。謎でしょ。そうですね。そうなのです。何かあると思うんですけれども、なんかそれぐらい、阿吽の呼吸で結びついていたということだと思います。そうなんですね。榊原家はですね、一時は姫路城を任されてますので、少なくとも家康公と江戸時代初期の徳川家からものすごく重く見られていたわけですね。そのように、家康公とはすごく強固な結びつきがあったということなんですが、どうする家康の紹介文ではこのように書かれています。文武に優れた若き武将、名門榊原家の生まれだが、次男のため自由気ままに好きに生きていたところを家康にその才能を見出されるとのことだったんですが、実際そうだったんでしょうか。そういった何かしら複雑なお芝居ができる人だったということだと思うんですね。今のこの秀忠公との関わりなんかを見ますと。だからその紹介は正しいと思いますよ。ありがとうございます。名前の康の字は家康公から一文字もらったと書かれていますが、それは事実だと思います。で、またその康の字をもらってる武将は非常に少ないんですね。そうなんですね。だからその結びつきが強いというのは本当だと思います。そうだったんですね。徳川の子孫の立場として、榊原康政公への思いを伝えてください。とても深い信頼がここでもあって、特に関ヶ原と秀忠公にまつわるエピソードから見てですね、かなりややこしいことを頼める相手だったと。だからそういう、機転が利くとかそういったところを当てにしていたと思いますね。で、あと転勤が非常に多かったようです。だから今の榊原様もなんかやたらと菩提寺が多いのだと
話をしておいてでした。代表的なのがあの姫路というですね、ものすごく恵まれた領地を与えられたこともあったんですけれども、あのでここはもともと西軍の勢力範囲ですので、まあ、それなりに神経は使いつつ、でもあの石高は多く、また凶作も少ないと非常に良かったです。でその一方で越後高田という雪国に違法されたこともありました。でもそういったあの転勤の命令にですね、あのちゃんと従ってあちこちで前線を敷いてくれたということです。現在のご当主は17代榊原正信さんなのですが、うん、はい、どのような方ですか？はい、あの実はこの方は、私の遠い親戚でもあります。ん、はい、そうなんですか？というのはあのお母様がですね、あの、はい、徳川慶喜公のお孫さんなんですね。まあ、あの慶喜公とあのうちの系統とはものすごく血は離れているんですけれども、はい、徳川一門とは、うん、あの明治以降にまた結びつきを強めているお家です。そうなんですか。はい、で、そういう経緯もあってですね、はい、今のご当主はあの戦国時代よりもやっぱり幕末の方が詳しいというお話でした。そうなんですね。はい、最近では10月1日に福山で行われたシンポジウムで共にご登壇されています。はい、榊原さんはどのようなお話をされていたんでしょうか？うん、何か非常にフランクで面白い方だったなという。へえ、はい、でこれは福山ではなくて別のところなんですけれども、はい、ドラマで自分のご先祖様が描かれていることについてどういう感想をお持ちですかと、うん、いうふうな質問があってですね、はい、すると榊原さんは、いや自分はニュースとスポーツしか見ないのでというなんか身も蓋もないお答えだったので、あまりご覧になられてないっていうことなんですね。そうです、だからどうでもいいのですと。でも私もあんまり、はい、ってかほとんどテレビ見ませんのでそこは同じ飯広さん、そんなテレビを見られないということなんですけど、どうする家康はみんなで楽しく見たいと思うので一緒に見ましょう。はい、こればっかり私もちゃんと見ようと思っております。今回は榊原康政公のお話を伺いました。次回は井伊直政公です。